どうも、皆さんこんにちは。こんばんは、ナッツです。ワンダーランズ、今回はこちら。レジェンダリーピストルのルビーズスパイと性能と入手方法をご紹介します。この武器ね、リキッドクーリングの影にちょっと隠れちゃってはいるんですけど、結構強いです。この武器は1回の射撃で3発ずつ弾が飛んでいくんですけど、それを2点バーストで撃つような武器になります。敵にクロスボルトが刺さるごとにダメージが増加するっていう効果もついてますね。で、最大の特徴としては、この武器の攻撃で敵を倒すことによって、一定時間連射速度が爆発的に上がって、さらに弾がすべて敵を追尾するようになります。これが結構強いです。それでは入手方法をご紹介していくんですけど、この武器はおそらくワールドドロップの武器になりますので、どっからでも入手できる可能性があります。今回は個人的におすすめな方法2つご紹介します。まず1つ目はここ、ウィープワイルドダンクネス。このエリアの古代オベリスクのネーム堂といいますかミニボスみたいな敵、モンスターラッシュルームっていう敵の一応固有扱いなのかな。若干ドロップ率が高いと思います。このエリアの古代オベリスクはボス部屋前のファストトラベル先が最寄りになります。そしてもう一つのおすすめとしてはやっぱりカオスチャンバーですね。カオスチャンバークリア後のピストルのカオスバニー回してると結構頻繁に見かけますので、お好みの方で試してみてください。ルビーズスパイトは敵を倒すと性能が上がる武器なんですけど、敵を倒す前の通常の性能はこんな感じで3発同時発射はされるんですけど、結構間隔が空いて飛んでいくので火力は出しにくいです。ただ1体敵を倒すとそこから爆発的に性能が上がるのでかなり強くなります。連射速度は相当速くなるし、弾は敵を自動で追尾するし、相談数は少ない武器なんですけど、リロードがもともとすごい速いので結構火力も出せて戦いやすいと思います。注意点としてはこの武器の性能を上げるためにまず1体倒す必要があるんですけど、それはアビリティとかではなくてこの武器で倒さないとダメっぽいです。あとこの武器の性能が上がるのは敵を倒した後の一定時間なので、敵の空きが遅れたりすると性能落ちちゃうんですよね。なので状況によってはちょっと使いづらい場面も出てくると思います。使ってみた感じ、通常のボス戦よりも古代のオベリスクとかの方が相性がいいです。敵が大量に出てくるところではかなり使いやすくて強いので、よかったら試してみてください。はい、ということで今回はレジェンダリーピストルのルビーズスパイトをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。